どうもくまちゃんです。 in 仙台チンジリン名古屋に来ております。今日はですね、ぶっちゃけ何させられるか大体想像ついてるんですけど、ゲームマスターにですね、とりあえず名古屋行ってこいと言われまして、まあとりあえず仙台に行って預けた荷物を見ろと言われて、一応包みには入ってたんだけど、もうあの持った感じ何が入ってるのか分かってたの。だから大体覚悟は決まってます。やっぱりこれです。先ほど LINE で来たんですよ。1万円使って帰ってくるということで、悪夢の企画の使い回しなんだけど、一刻も早くこれを捨てたい。まず本日の見せてもらって、ふざけんなよ。本日はくまさんは予算0円で仙台から東京まで帰ってきてください。1万円使って帰ってこいって言われたら、鈍行乗れば結構全然帰れるじゃないですか。ただですね、その帰り方についてはくじを用意したので、それに従って帰ってこいと、まあ、くじをいただいてます。今まで出たカードの金額で帰ってこいとか、1キロカロリー食べたら1円使える帰ってこいとか、1ミリリットル飲んだら1円もらえる行ってこい、まあ、その移動費をね、あの手この手で稼ぐっていうのをやったんですけど、あんまりじゃない、0円予算0円、予算1万円名古屋から帰ってくるジュニジュニさんとの、は予算1万円で名古屋から帰るって普通じゃねえかよ。そして予算0円ということは、どなたかに助けてもらうことになるかと思うんですが、うん、そうだね、半端ねえこと言ってんだそれ。助けてもらう人1人当たりにつき 50km までしか進んではいけません。そしてどうしても進めない場合のお助けアイテムもご用意してます。1番2番とお助けアイテム用意してるので、大ピンチの時にはお声掛けください。はい、わかりました。それだけ。俺それだけ。待って、予算1万円で帰ってくるジュニジュニって何？くじなんですが、こうありまして12項目あるみたいで、裏でくまくんが0円で帰ってこいみたいな。1万円と0円って、まあ運命の差っていうか、こうじゃないですか。0円で帰ってくるなんてマジで難しいの分かってんですよ。0円と同じレベルの辛さを味わえってことだったら、ちょっとこのくじが引くのが怖すぎる。一旦ここでくまくんに電話してみますね。まだオープニングで始まってもないし、ジュニジュニとも電話してもないからあれなんだけど、とんでもないことに気づいた。俺だって今電車で仙台駅着いたんだけど、ど真ん中よ、都心部よ。こんなとこでヒッチハイク通用しなくね。いやいや、電車乗れやって思われるくない。あ、電話来ました、ジュニジュニです。明るい、やってんぜ。めっちゃ天気、はい、お疲れ様です。天気悪いのそっち？なんかどんよりしてる。中身がよく分かってないんだけど、そっち0円でしょ。見て、どうやって帰るの？これだけ持たされてるの。いやもうバカだわ。はい、うちはこれっすよ。ほら、うちはこれだけ渡されたんで。だからそう、普通じゃねえかよ。普通なんだけど、なんかくじをね、回せって書いてあって、そのくじが分かんないの。電話切ったら用意どんね。はい、行きますよ。はい、よーい、スタート。0円、使っていい金額が0円ってことは、食事は？じゃあ早速ですね、くじを引いていきますね。てるるるるるる、ちょっと待って、そういうこと？まずさ、進ませる気ないじゃん。一番近くの国宝を見に行け、手段は自由。進ませる気ないじゃん。とりあえずスケッチブック書くわ。ヒッチハイク人生でただの一度としてしたことがないのね。そもそも乗せてくれるっていう既得な人が本当に日本に存在してるのかっていうのは、ちょっと半ば都市伝説レベルで思ってるんで、せっかく乗せてくれました、でも50キロを先で下ろしてくださいとか、バカみたいなのを出しなきゃいけないわけでしょ。嫌だよそんなやつ、俺が乗せる側だったら。まあいいや、東京行きって書いちゃうと、東京まで一発で連れてってくれようとしてる人が、なんで50キロで降りんのって思われる可能性があるので、まあもちろんちゃんと説明はしますけどね。じゃあ東京方面で仙台駅の目の前で何してんのね。名古屋の国宝ってなんて、普通に考えたら名古屋城じゃないですか。名古屋城って国宝なの？進めなすぎてビビってます。いきなり帰れなくない？とりあえずこれを持ってスキー道路まで出ようか。とりあえず仙台の駅前止まんないんだよ。これ書いてるだけでクソ恥ずかしいよ。ヒッチハイクで帰ってこいって言われてるわけではないのな。0円なら何でもいいってことだもんな。まあちょっといろいろ考えよう。ちょっともうちょっと東京近づかないとできないことではあるけど、友達に助けを求める。仙台マジで来るの初めてで、どっちが何だか全く分かってない。待って、何ここ、スタヤとバーキンがくっついてる。名古屋城を調べたところですね、名古屋城は城郭として国宝第1号に指定されるなどって書いてあるんで、これ間違いなく国宝なんですよ。なので名古屋城を向かいます。
電車で210円ぐらいかかるのかな。最初からさ全く動けないとは思わなかった。こういうことか。あでもなんか見てこの辺もさ、でっかい川とかさ、なんかこの辺ぐらいまで行けばさ、なんかヒッチハイクしてでもよくない？ヒッチハイクってどこでする？とにかく仙台駅周辺で東京方面って書いてあるスケッチブックを持つのは、何でもいいから誕生日プレゼントくださいのボード持ってるぐらい恥ずかしいから、ここにいるのがもうまず大間違いだと思う。その前にパルコに寄ってトイレに行くよ。東山線に乗って伏見駅から乗り換えて浅間町駅ってとこ行って行くみたいです。これだったら210円で済むのでかなり安く行けるかなと思います。お乗せください。はい、電車乗って行きたいと思います。ちょっと楽しみ。そしてどこ行けばいいんだ。こっちか、こっちだろうな。はい、まだ都心部を離れられずに大通りをひたすら南下しているんですが、あそこに並んでるの多分全部牛タン屋さんなんです。今日僕食料どうしたらいいですか。浅間町駅にやってきました。名古屋城がそんな遠くないらしいんでちょっと行きますね。時間がマジでなんだかんだもうすぐ13時になっちゃうんですよ。ちょっと分かんなくなってきたんだけども、この青い看板見るとまっすぐ行くと山形って書いてあるのね。あれ山形ってどの道がどう続いてるかとかは分からないけど、方角的にはざっくりこっち。ということでこちら、あ、全然浅間町だと思ったら浅間町だったら全然違えちゃう。こう行ってここ行けば名古屋城っぽいんで、タイムロスがえぐいぜ。あ、お疲れ様です。暑さでバッテリーが飛びました。早速もらってるバッテリー3つあるんですけど1個飛んだっていうことで、撮影がピンチになってきました。愛宕神社っていうところの近くまで来ました。すごい逆光でした。すいません。っていうか今日暑すぎ、めっちゃびしょびしょだもん、もう汗で。でもどうです、この道路の感じ。これだったらギリギリヒッチハイクしてるやついても不自然じゃなさそうじゃない。ヒッチハイクの何たるかを全く分かってはいないんだけども、この辺で東京行き、東京方面って掲げてるやついてもギリ許せるんじゃない。であと自販機がねえ仙台。あそこに名古屋城がちょこっと軽く見えてるんですよ。やっと来た。昔ながらの街って感じはするけども、城下町って感じではなさそうですね。わ、でもなんかちょっと見て、ちょっと雰囲気名古屋城っぽくない。ちょっとテンション上がってきた。なんかなんだかんだね、この企画すげえ大変なんだけど、こうやってねちょっと遠出しながら帰れるか否かギリギリのところっていうね対決好きなんですよ。はい、愛宕神社かな、多分あの辺はもう過ぎたんですよ。宮城県武道館って書いてあります。分かる人はああその辺まで歩いたもんねって思ってください。とりあえずもう道路に面していいとこ、車が止まりやすそうなところ、俺がいても邪魔にならなそうなところ見つけ次第ヒッチハイク始めます。さすがに歩くの疲れたし。事件です。なんと名古屋城入場券売り場、名古屋城入るのにお金入るみたい、お金がかかるみたいです。しかも500円か。来て、なんかちょっと栄えてるチックなの。このレベルで栄えてるところで東京方面って持ってるやつがいても、俺なら何あいつバカじゃないの、電車乗れよって思うから、知らねえ道歩いてるだけ。もう別にここ仙台だろうか東京だろうか関係ねえわ、もうただ知らねえ道をブツブツ言いながら歩いてるだけなんですよ。500円のチケットです。普段だったら全然いいのよ、500円ぐらい。最高の城だもん、見れるのとかマジ幸せだもん。今日帰れるか否かじゃん。そんな中さ、この500円がどんな風にさ後に響いてくるか分かんないからさ、めちゃくちゃ怖いのよ。本当はゆっくり見たいけど、ゆっくり見てる暇なんて絶対ないわけじゃん。やっぱり城っていいな。いつか城貸し切って企画とかしてえな、どっかやらしてくんないかな。ちょっと最高だけど本当時間があんまないんで。住みやすい街っぽいところに出ちゃいました。仙台市立病院って書いてあります。つまりですね、僕はまだ全然仙台と呼ばれるエリアから脱せれてないわけですよ。まあそりゃそうだよね、東京の23区とかって違ってさ、市ってでかいもんね。俺これやり方合ってる、仙台バイパスって書いてあるでしょ。バイパスって多分人間通れないよな。あ、めっちゃバス通ってるよな、いっち早くすんなバス乗れって思われるよな。この道で始めてみるか。そうだよな、俺はまだ歩いてるだけだ。ずんずんに勝たなきゃいけないんだ。ヒッチハイクで恥をかくことを恐れ続けているだけ。俺はまだただの変なチョコ。よし、気持ちは出来上がった、行こう。こちらの本丸御殿ってところですね。これが国宝になっているらしいので本丸御殿を目指します。見てください、後ろに城があります。上に見えますね、あのシャチホコですね。あれが金のシャチホコ、有名なやつですね。何回か名古屋来たことあるんだけど初めて来た。国宝を見ていきたいと思います。カメラのフラッシュを引っかかなければ動画も OK ということだったので、ここ
ばいね。いろんなですね、お部屋があって再現されてるらしいんですよ。これはね、マジ来たかやるわ。ちょっと観光してから次向かいたいと思います。作戦なんですけど、多分この先まっすぐ行ったら福島方面に行くんですね。だからどうせ50キロしか乗せてもらえないわけだし、東京方面って書いたら敬遠する方もいらっしゃると思うんですよ。一旦福島行きで掲げてみます。できたぜ、福島方面。想像してた1000倍はず。多分ちょっと一生捕まらないレベルな気がしていて、このままカメラを回し続けると多分バッテリーがマジでなくなっちまうんで、一旦カメラは切りました。どんどんやっていかないとまずいんで、なんだかんだ13時半なんですよ。時間がやばすぎる。はい、ということで早速引きます。やばい、新幹線で一駅進め。分かんないですけど、一旦名古屋駅向かいます。ちょっと今緊急でカメラ回してるんですけども、対向車線の人から手振られたんだ。どういうことだと、もしかしたらこっちに U ターンして来てくれる、もしで。一番近くの新幹線、名古屋から出てますと全然知らないんだけど、三河安城ってなんだ、初めて聞くんだけど。愛知県から出ないと小田まで乗るしかなくて、三河安城でしょ。乗る時間としては10分ぐらい。1360円取られるんですけど、うわマジか、超痛いんだけど。どんどん1万円減っていくじゃん。ちょっと作戦を変えます。福島方面って書いちゃうと限定的すぎる。もうちょっとキャッチーなポップアップを作りたいということで、南へって書きます。ナダミンみたいでかっこよくない。これでいきます。南へ、どこでもいいです。電車で行こうと思ったんですけども、結構こっから駅遠いのね、名古屋城から。バスの方が早いかなと思って、バスの価格くらい調べたら、まあ電車とバス一緒だったんで、今回はバスで名古屋城を向かいたいと思います。どこだ、バス乗り場来ました。こっから名古屋駅まで向かいます。すぐはね、あんまないんだけど、ちょうどこの後来るはず。時間もなんだかんだお金も取られるね。ここでまた210円マイナスなんで、合計もう1000円ぐらい使っちゃってるね。920円か。バスに乗れました。電車よりも早く着くので、なんとか乗れたわけですけど。いいんですか。全然本当にどこでもいいんで、ありがとうございます。失礼します。今ひょんくまを普段ご覧いただいている視聴者の方が寄ってくださいました。本当に名古屋駅戻ってまいりました。こっからだよね、問題は。一番近くの新幹線で結構お金を使いそうです。1万円で帰れないかもしれない。クマどうなんだろうね、すごい気になる。俺とは全く違う動きしてるわけじゃん。ていうか多分ね、クマの方が大変だと思うんですけど、もう10分ぐらいかな、うろうろさせてもらってるんですけど、特にご都合があるらしく、逆方向に進んでいらっしゃるんですね。で普通にそっちで用事を済ませたら、もう一回引き返してちょっと先まで行ってくれると言ってくださっていて、本当にすいません。いや多分キョンクマ動画史上初めてですね、ヒッチハイクに成功してるの。なんか行ける気してきた。公園にいるんですね、隣の三河安城駅ですね。これはいくらなんですか。1360円。新幹線乗れてもさ、一息だけだと全然嬉しくない。むしろマイナスです。新幹線をですね、ちょうど乗ろうとしたところだったんですね。で、ゲームマスターからグループツーバー来ました。皆さん、進捗いかがでしょうか。全然ですよ。進捗、1台目の方に拾っていただいて進んでます。すげえ。はいはい、はい、あ、じゃんけんなの。いきますよ。はい、もうじゃんけんすんのね。最初はグー、じゃんけんほい。はい、ゴーでしょ。ねえ、勝った。マジっすか。無条件ですよね。マジか。新幹線来ちゃったんで、もう乗りますね。待って、新幹線乗ろうとしてんの。普通に帰ってくるやつじゃねえかよ、ただの。ザコイクマくん、じゃんけんで勝ったんで、記念手に入れました。ついでに新幹線も乗ってます。わー、とりあえずなんとかなりました。間に合いましたね。はい、というわけで、浜町っていうエリアまで
囲んでいただきました。道路標識であっち行ったら福島って書いてあるんで、仕入れでって言って飲み物買っていただきました。何から何、僕がずっと歩いて向かってた方向、若干方向間違えてました。方向を修正していただいた上にちょっと進んでもらったっていう状態です。豊橋まで来たかった。はい、あちらの青看板見えるでしょうか。福島まで75キロ、一人の方に乗せていただいても福島までは行けないんですよ。50キロまでなんで。この方にいる。次のくじを引きたいと思います。早速引きます。行こう。え、これ大当たりじゃない。サイコロを3つ振って出た数かける100円、最高で1800円分電車乗って行けるってことでしょ。え、それマジでデカすぎない。サイコロアプリ振ります。頼みます。ほら11です。まあ1100円でもだいぶでかいと思います。あっちの方にね JR があるらしいんで、そっち向かいます。はあ、安城市はじめましてですね。あれ、あ、これもこれ JR か。新幹線乗り場があって他に見てこれ、鷲津と新居町なんで鷲津までしか行けないですよ。鷲津ってどこ。いやー中途半端だなっていう。15時20分何時、 あと10分後くらいだ、乗んないと。まあ本来であれば1100円まで使えるけど、まあ、990円でしんどい。ざっと20分くらいですね、経過しましたね。そったないしてかね、え、あ、え、いいですか。いいですか。どうぞ。すいません。え、いや、本当にいいですか。すいません。え、すいません。お邪魔します。え、これ、あの、すいません。僕、YouTube で動画でやってるんですけど、回してて平気ですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。なんか、あの、すいません。なんか、え、僕のことご存知ですか。知らないです。あ、知らない。あ、違うか。いや、いや、なんか、え、すいません。え、皆さん、なんか、どっかお出かけされるところでした。仙台からの帰り。あ、え、福島の方に帰られるんですか。名取の方面。名取の方、あ、はい、すいません、ありがとうございます。で、僕はあの、キョンクマの熊です。あ、それです、クマの方です。あ、バリバリ撮影中です。残りが7730円、結構残ってるよね。すみません皆さん、あの、ありがとうございます。あの、今カメラ止めてる間にめちゃくちゃ皆さんで作戦を考えてくれてます。次あそこだったら誰が捕まるとか、弟さんに電話してくださってバトンタッチするとか、本当にありがとうございます。あと、すみません、あのパンをいただきまして、そんなつもりじゃないんですよ、そんなつもりじゃないんです。ただ僕、あの、食料とかも0円でやってますっていう風に言ったら、あの、くださった。本当にそんなつもりじゃなかったんですからね、僕。そうです、大丈夫です。本当にありがとうございます。いや、もうなんか帰れる気してきました。帰れる気してます。本当にありがとうございます。やっと着きました、鷲津駅。16時半を超えていて時間があんまりないでございます。はい、ということでですね、またルーレット回していきたいと思います。残り9枚、いきます。あ、マジか、進める進める。次サイコロかけるに振った出た数100円、最大1200円か。早速振りたいと思います。ほら、微妙。黒いまで決めます。どっちかですね。ありがとうございます。これどうぞ。いや、もう本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ助けられました。お茶と、あの、パンまでいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっとマジで帰れる気してきた。ちょっと、あの、本当僕今日何も食ってないんで。あ、いや、嘘、ごめん、あの、行きの新幹線の時は別にもう何も知らない状態だから、普通にじゃがりこ食った。俺の100倍作戦考えてくれ。いただきます。いいね、いいね。特に味付けがあるとかではないんだけど、うまい。チハイクしてて大変そうだから、まあ大変そうだから自分で言うのあれだけど、大変そうだからって言って、こんなに初めて会うやつに優しくしてくれる人が多いとは。日本っていい国ですね。そこからまあ高速道路に乗れたっていうのはマジバカでかいです。うめえな、このパン。貴重な食料いただきました。ごちそうさまです。本当に本当に本当にありがとうございます。動画見てくれるって言ってたから、この場を借りて改めてありがとうございます。一人目の方に
買っていただいたジュース、今の方が去り際にくれた麦茶、これで俺最悪今日帰れなくても死なないから、死ななくなったな、バカでかい。栃木でなんか見たことあるような風景、小金井駅っぽいな、栃木でいうところには。あ、でももっと都会だな、全然都会だ。くじを引きたいと思います。もうそろそろ、ね、飲み物とかね、飲み物ぐらい買おうかな。さっきね乗っけてくれた方たちが、まあ話しかけに行けと、乗ってる車サービスエリアで休憩してる人に、早速くじを引いてきます。せいっ、え、やばくない、3回連続進めるやつ、え、結構入ってんのこれ、意外となんか余裕かもしんない、頼む。あ、終わった。時間待ちなきゃいけないです。330円どころまでだと、何時に寝始めたのか分かんないんだけど、結構寝ちゃった気がする。さあ本気出そう。氷川駅に到着しました。みたいに新幹線でさ、3駅分とか5駅分とかさ、もし入ってたらもうそれだけでゴールなんだよな。くじを引いちゃいます。またサイコロ出てほしい、いけ、おいおいおい、その土地の名物を食え。これ名物だね、羊羹パン、これ買って食べます。ちょっと高速道路でヒッチハイクやばい気がしてきてて、自分から声をかけに行くみたいなことができてないんですよ。でちょっと自分から話しかけに行くっていうのがどの程度していいのか、とりあえずねこういう感じでこれはずっと出してるんですけど、どうしよう、ちょっとまず作戦というか、お助けチャンスが2回使えるよって言われてて、まだ10分の1程度なの進んだの。やべえ、 GoPro の電池なくなる、あと1時間もすると暗くなります。こちらがですね302円で、でもう喉乾いてしょうがなかったんでお茶も買っちゃいました。これ160円、合計が462円ですね。羊羹パン、うん、またサイコロ系とかなんかそういうものがいい。はい、では続いて次のくじを引いていきます。ほら、え、やばいやばいやばい、マジで、え、ちょっと意味わかんない、何でもいいから海まで行け、手段は自由、キッカーっていうね駅にいるんで、これをパーッと見た時に、まあこんな広げても海はないと、こんな広げても海はないと、ここでやっと海がね見えてくるんですよ。手段は自由って書いてあるじゃないですか、つまり電車で行っちゃってもいいってことですよね。え、ある意味お助けなのこれ。焼津ってどこまで行けばワンチャン海近い帰り方向だし、手段は問わないって書いてあるからね。まあとはいえね、これでね東京湾まで行くは絶対ないけども、一番近くの海は行けそうなのは焼津駅なんで、買いました、切符です。510円です。一口、やべやべやべ。何人かの方が声をかけてくださるんですけど、実はこのパーキングエリア、仙台の方に戻る路線と、いわき市、福島県いわき市の方に進む路線、どっちにも出られるタイプのパーキングエリアだったんですね。逆方向の方々だったんで、まあ、乗せてもらうことはできなかったんですけど、とりあえずですね、あっち方面に止まる車が行きたい方向に向かう車ということなんで、1時間以上は経ったんで、もうそろちょっと動かんことにはマジで帰れないので、あー、車がライトつける時間帯になってきちゃった。やっぱりこのボードに書いてある内容が分かりにくいというか、俺が所望する内容を伝えきれてないというか、福島がさっきね外国の方も話しかけてくれたんです。その人にあの日本の地理を教えられたんですね。こいつは無知がゆえのこのタイムロスなのかもしれない。人が使ったら早いけど、お金がないからね便利なのか言ってる場合じゃないんですよ。まだ全然結構だいぶやばくて、焼津温泉とかあるところがね、ってことでちょっと海に目指します。さっきほど福島ちげえよって教えてくれた店主さんがですね、この芋を買ってくださいました。また戻ってきて声をかけてくださって、この回の企画の事情を説明するとさ、どうしても0円で帰ってこなきゃダメですよっていう内容を説明しなきゃいけないじゃないですか。ちょっと頼むとかどうしての飲み物もっていう風に聞いてくれるの。だからやっぱそうなんですよ、そこも使えないですよっていう話の流れになっちゃう。いやもう本当ありがとうございます、優しいとかいっぱい。南相馬インター、あ、南相馬サービスエリアっていう、それはそれは大きいサービスエリアがありまして、そこまでがだいたい50キロ。サービスエリアってことは結構でかいじゃないですか。
そこまで行ければ超でかいんですよ。南相馬サービスエリアで、もう一回止まんなきゃいけないの、じゃあ誰やいいやって思われる。そもそもトラックの運転手だったら今休憩中なわけだから、そんなにバチバチに休憩が許されてない可能性もある。分かんないですよ、分かんないですよ、最近いろいろあるじゃないですか。だからそういうの僕も、ごめんなさい、全く分かんないんで、もうめちゃくちゃなこと言ってるかもしれないですけど、まあそんな距離でそうそう休憩はしなさそうなイメージがあるんですよ僕は。つまり、どこまでとかもう言わない。やっぱりあれだ、南へだ、南の方連れてってください。これさすがにバカすぎるかな、ちょっとバカすぎるかな。来ました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 、海でーす。港なんで若干なんか湾になってるのかな。はい、あ、釣りが、おお、あー気持ちいい、汗すげー、海海、9時いいの出てくれ、頼む、もう帰りたい。はい、行きます。タクシーで2駅進め、鬼金かかんじゃね、1万円無理じゃん。え、マジかー、あー夜が来てしまいました。すっげえ不安だからね、実は今泣きそう。見て、今いねえの。 GoPro のバッテリー残り 60%、 取れたあと1時間ちょい。スマホのバッテリー残り 65%。 え、積んでるくない俺車。まあ、いるのよ、トラックが5台見えるんですけど、このトラックずーっと止まってるやつなの。だからさっき運転手さんが教えてくれた長時間休憩をされているトラックの運転手さん、さすがにごめん、俺そこに話しかけにはいけない。そして時々乗用車が通るんだけど、ナンバーが黄色いのってことは多分お仕事中の方なの。積んでない？残りの金額が5,738円なんですよ。タクシーでこれ今調べたらこっから8キロぐらいあるらしくて、次の駅まで。タクシー代バカになんなくて、焼津駅戻って乗るよりもこっち方面に向かいつつタクシー拾った方が効率いいなと思ったんで。安倍川駅？もっと都内近づいてからタクシーだったら全然そんな痛くも痒くもなかったんだけど。車が増えてきたぞ。自ら行くべきか、やっぱりこうやって待つべきか、どっちだと思います？自ら行けって思いますよ。てか12はどうなってるんだろう、どこで何をしているんだろう、どういう人に声かければいいのかな。どこ乗せるってなったら女性の方は怖いよね。だからやっぱ男性なんだよ、声かけるなら。いやー参ったな。ひたすらタクシーを待ってたわけなんですが、来ないとです。この道ね、そんな車通り激しくないから、いやもうお金がかかっても仕方ないから、もうタクシー Go アプリ使います。やばいなぁ。目的地が安倍川駅。ちょっと待ってね、まあ、まだ目安なんですよ、目安なんですけど、4,390円。ん、これにさらに芸者料かかるんですよ。今あるお金が5,738円なんです。ここでほぼ終わるんですけど、そうなった場合どうすれば。え、はい、マジ真っ暗です。真っ暗の中歩いてます。ここで4000円使ったらマジで帰れないんですよ。ちょっとギリギリまで歩いてみてみます。3000円ぐらいまでになるぐらいまで歩いて、まあでも実際タクシー来たら乗っちゃうけどね、タクシーが捕まったら乗っちゃうんですけど、一旦タクシーを呼ぶのは諦めて、まあ岸内乗る、来なかったらもうちょっと歩いてギリギリまで行って、まだ静岡にも着いてないんですよ。明日がね、何もなければいいんですけど、明日も朝から大事な用事があって帰れねえよこれ。いやあのさっきもいろいろ教えてくださった方がお弁当買ってきてくださって、ありがとうございます。いやもう本当ありがとうございます。あのグルトレーラーを呼んで、もしやばかったら。わかりましたすいません、ありがとうございます。逆方向で休憩されてるトラックの運転手さんなんですけど、お弁当とお茶と踏みだ。いやマジっすか、そんなしてくれます？マジ生き返るんですけど。うわ、こんなうめえウィダー、うん、まうん、まお茶。ハンバーグ弁当、ハンバーグ弁当だよ。おにぎりでいいじゃないですか。なんでこんなでかいの買ってきてくれたんですか。本当にありがとうございます。いやこれハンバーグ弁当、これなんかの生活系の時にも食ったよこれ。これめっちゃ麺だよこれ。いただきます嬉しい、優しい、泣きそう、うめえ。
うんまっ、マジもう半端してらんねえわ。俺もしマジでどっかでヒッチハイクしてる人見かけたら絶対助けてあげるわ。嬉しすぎる。あの人のご恩に報えるためにももう半端してられない。自分から声かける。こんなうめえハンバーグ弁当初めてだぜ。はい、ひたすら歩いております。街灯の明かりを頼りにっていうじゃん。街灯ねえんすよ。携帯の明かりなんとか。完全峠の道。やばくない？呼んだら来てくれんのかな。呼ぼっかな。もう無理かも。金かかってもいいからもうこの場にいたくないんだけど。ちょ、怖っ。ちょ、見てアプリ現在地見て。周り何もないんですけど。え、いや無理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 。え、こんだけ何もないってこと？やばくないこれマジで。え、あ、こうすると前何も見ない。あ、怖い怖い怖い。どっかで呼びます。どっかで呼んだら止まってくれるのかな。こんなところに止まっていてさ、タクシー呼びやすマジ不審者だね。怖い。あ、助けて。はい、ということで今お弁当を食ってる間に新しい車が通りました。男性3人お手洗いに行かれてます。今のトラックの運転手さんが動画を見てくださってるかはわからないんですけど、この場を借りて本当に本当にありがとうございます。声を変えてに行きたいと思います。すみません、ちょっとですね、今YouTube の企画で動画撮影してまして、仙台から0円で東京まで帰れっていうのをやってるんですね。東京までとはもちろん言わず、あ、そうなんですね、申し訳ないです、すみません、ありがとうございます。急いでらっしゃる方だったので無理でした。お話を聞いてくださるだけでもう優しいよ。あー、でも腹膨れただけでかなり気持ちにゆとりが。近くにホテルがあるのかな。あの人里がある場所まで来ました。もう怖すぎるから、もうこの道で歩くの。タクシー呼ぼうと思ったんですよ。まさかのこれ。タクシー呼べねえってなんだよ。ゴータク。人がいるとこって何？え、何？え、タクシー呼べるとこまで行かなきゃし。怖い。これトンネル通んのこれ。歩いて。こんなとこ歩いて通るやついる？いいんだよね、いいんだよね。え、こんなとこ通る？え、怖っ。帰れねえ。え、時間何時今？え、もう20時になるよ。金かかってもいいからタクシー呼べばよかった。どれぐらい続いてるんだよ。まだね、奥が見えないんですよ。マジ山ちゃん、なんてタイミングタクシー出るんだよ。え、泣きたくなってきた。マジで怖え、音も怖え。ガチ積みしてる。全然車来ない。ガチ積み。ひたすら歩いております。先の見えないトンネル怖すぎます。マジで怖いです。怖いからこうカメラ回してます。なんかひたすら話してないと怖すぎてもうなんかちびりそうです、マジで。うわ。え、あと出口どれぐらいですか？それもすらなんか書いてないからマジわかんないですよ。暑いとか寒いとかそういうのがあるわけじゃないですけど、冷や汗書いてます。ここにいることがなんかもうめちゃくちゃ恐怖。やっとです。出口見えました。怖い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 。焦るマジで。もちろんタクシーなんて一台も通りません。何やってんの俺マジで。おとなしくタクシー乗っときゃよかった。タクシー乗った時点でもうリタイアになるんだけど、明日何もなければね、まだ全然続けていいんだけど。やっと出た、やっと地上です。で、ここら辺タクシー呼べないかな。ちょっともう一度タクシーアタックしてみます。もうここでタクシー呼びたい。マジこれ真っ暗なんだけど。え、無理。もう車が来なくなった。え、泣いちゃう。この状況は大人でも泣いちゃう。街灯ほぼないです。たまに車が来るとです。こうやると全く奥先が見えないから超怖いです。まだずっと何も出てこないの。ん、峠だよね。怖すぎるんですけど。あ、向こうに明かりが見える。結構なんかでも街灯ついてきてんじゃないの、向こうの方。家あります。疲れた。ここまで来たらさすがにタクシー呼べるっしょ。ねえ、まだダメ。もうほんとひたすら歩くしかないじゃん。このままじゃタクシー使わないで着いちゃいそうだよ。え、結構もう家あるよ。ほら、信号とか出てきたの。信号出てきたって。不思議な話だけど、信号あることめっちゃ幸せなんだけど、あんな怖い山道通ったの初めてなんだけど、安心したのかすっごい今なんか、ブワッと来てる。疲れが。もうちょい歩いてタクシーが止まれそうな。てか、タクシー来てもいいじゃん。こんな結構あるんだ家。タクシー来ねえのここ。どうなってんねん。一旦駅の方行きます。駅の方まで行けば絶対タクシー捕まらずなんで。バス乗りがあるけどタクシー乗り場があるのかな。入ったけどチンプレの、持ち見ねえステーション、持ち見ねえステーション。まあこっから電車乗れば入るんだよマジで。じゃあタクシー乗り場です。大タクシーで探しても全く呼べないんだよ。電話で呼んじゃいます。あ、すいません、
タクシー1台お願いしたいんですけども、もち胸駅の、タクシー乗り場に。あ、そうなんですか。あ、わかりました。ありがとうございます。はーい、失礼します。もち胸駅のタクシーは終わってしまったと。この場合どうしたらいいですか。電車でいいですか。スイカ使います。タクシー終わるとかある。今日だけで今28,000351歩歩いてます。12から LINE が来て電話をしたいと。でちなみに現在の時刻、21時40分。信じられますか、今ここに来てもう5時間経ちました。このタイミング着きましたっていう連絡だと思っちゃうよね。次はマジ声かけるぜって言ってから1台も車来てないの、こっち方面。12時にマジでゴールか。俺まだ1割しか進んでない。2組目、乗っけてくれた人たちの中の一人の方が鳥の海っていうこのパーキングエリアで降ろして、これ上がったら見ますねって言ってくれて、上がった時にやだなこれ、夕方にここ降ろしたのが夜までずっとここいたらやだなって言ってて、全然ありますよって冗談で言ってたんだけど、いやてか12時にまだ電話。今ちょっと電車調べたら現時点で21時42分ですね。もう東京駅帰れる電車、新幹線以外なくなっちゃいました。お金は5,000円近く残ってるんですけど、今日帰るにはちょっと新幹線しかなくなっちゃって、ほんと不甲斐ない結果なんですけど、悔しい。いや結構まだ残っててこれで終わるのがとっても悔しいんだけど、えもう一回やったなー、これでリタイアすんの。それでちょっとその上くまくんと会話します。来た、12時に。え、ゴール？いや無理無理無理、マジでマジ無理。あーよかった、無理なのか、無理なだけか。え待って、え待って、今どこ？えもう10時だよ。今静岡なんですよ。アウトじゃね？アウトです。えそうだよね。いや終電もあと新幹線以外帰れないし、なんならこっからちょっとでも動くものになったら泊まれる場所もなくなるっていう最悪な事態なんですよ。くまって今どんな感じですか？バリバリ宮城県です、まだ。え、ちょっと待って、え、動き、ほぼ動いてないじゃん。あの、2組、はい、ヒッチハイク乗せていただいた。まあ、頑張ります。はい、じゃあ俺はこのまま帰っちゃいます、すみません。はい、ということです、ここからはですね、もじゃもじゃの猿が一人ヒッチハイク頑張る動画に変わります。まあ、0円で、本当に宮城県から東京まで帰ることができるのかっていうチャレンジになりますね。今、現在時刻22時30分です。12時に電話を切ってからも40分ぐらい、時間が経ちました。その間、1台も車が来なかったんですが、やっと車が来てくれました。乗せていただくことはできませんでした。6時間経ちます。ここに来てね、何組の方かに話しかけたりもしました。助けてくださった方もいました。しかしここから動けません。どうすればいいの。すいません、あの大変恐縮なんですけど、ちょっとヒッチハイクをしてまして、はい、もう本当相馬のサービスエリアぐらいまでで結構なので、ちょっとの間乗せていただけないかなと。相馬、はい、そっち方面行かれないですか。鹿島ですか、南相馬。南相馬、今ちょっと他の方に、僕この辺の土地勘がなくてわからないんですけど、相馬ぐらいまでだったら乗っけてくれるっていう人いるんじゃないっていう風に言われて、あもう全然あのご都合悪ければ無理とは。もう足は抜ける。本当ですか、すいません、お邪魔します。やったー、ありがとうございます。実は YouTube やってまして。あ、そうなんですか。それの動画で、はい、あの、はいはいはい、東京なんです、本来あの、住んでる場所が東京まで、あの、0円で帰ってこれるかっていう。僕、東京行きますよ。本当ですか。今いいですか。いいよ、あの、平和島で降ろす感じになる。あ、もう全然、それで、はい、平和島ぐらいだったら、もう時間というか駅までは行かないけど。全然できる。よいしょ、すいません、どうせ暇なんで。お邪魔してるんですよ。お願いします、ありがとうございます。これ僕本当は昼間からやってて、うん、あ、そうなんですか。で YouTube の企画なんで、はいはいはい、そのルールじゃないですけど、あって、あ、皆さんご覧ください。いや、ご覧くださいって言っても、ここは何だかなんてね、なかなか分かる人はいないと思うんですが、こちらは東京は平和島でございます。
乗り込む時だけあのスマホのカメラでね撮影させていただいたんですけど、スマホも GoPro もバッテリーが鳥の海パーキングエリアからですね、東京の方まで行くよということで、移動距離上限50キロっていうところはもう上限開放ということでやらせていただいてたんで、まあ12時にも脱落したということで、まあなんとか僕は0円で東京まで帰ってくることができました。ただね、今ここ平和島なんですよ。で今回もゴールは東京駅なんで、ここから東京駅までまた移動しなきゃいけません。必殺お助けチャンス覚えてるでしょうか皆さん。あのお助けチャンスっていうものが2回だけ使えるんですよ今回。そのお助けチャンスの内容というのがですね、ゲームマスターがもう俺寝るからお助けチャンスこれねっていうことでもう送られてきてました。1つ目、15分以内に食べたカロリー数 ×1 円使っていい。なんとご飯を食べるシステム用意されてました。僕が使ってなかっただけで。2つ目、10分間歩いた歩数分使っていい。これね、どういうことかと言いますと、これ2つともお助けアイテム今ここで使うじゃないですか。僕今ね、しかもローソンの前にいるんですよ。ドーナツバカ食いします。4時半なの朝の買い物をしながらえらいことに気づきました。始発が動き出すのね。606キロカロリーが2つ、1212キロカロリー、554キロカロリー、これも2つ買いました。1108キロカロリー、つまりこれを全部15分以内に食べることができれば2322円使うことができます。用意スタート。頼む GoPro バッテリー持ってくれよ。まあね、トラックの運転手さんがちょっと寝かせてくれたの。寝ていいよって言ってくれて、いやいやいやって言ったんだけど、もう本当もう無理だ、体力的にもう無理、甘えようと思って寝かせまったの。多分2時間ぐらい。とはいえ今日朝からずっとヒッチハイクしてるの。まあ朝が昼からかスタミナ切れ。やばい、あと10分。うん、流通センター駅っていうところまで歩いて、でそこからモノレールに乗って浜松町から山手線で東京駅っていうルートで、まあ、40分ぐらいかかるけど555円で帰れます。っていうことはこれドーナツ片方食えば傘買えるわ。ちなみに残り4分37秒もうここで1468円ゲット。進める。はい、とうとう完璧に GoPro のバッテリーが全て全く一切ゼロになりました。ということで、今この傘が700円でした。65センチ、イエイ、700円の傘、そして138円の玄米茶、これを買って合計838円使いました。ということは私の残り所持金630円です。630円あれば、東京駅まで行けます。で多分6時ぐらいには東京駅に着けそうです。これでなんとか俺の勝ちなんだけど、あの勝利ゴールの瞬間をスマホですら撮れなくなる可能性があるぐらい今充電がピンチなので、あの本当に今回この動画でたくさんの方にお世話になりました。最初に乗っけてくれた人、2回目に乗っけてくれたご家族だったのかな皆さん、そして、鳥の海パーキングエリアで右も左も分からずぼーっとしている俺を助けてくれた、構ってくれた、いろいろ教えてくれた運転手さん、声かけてくれた外国人の方で、一番最後トラックに乗る前にあのトラックの運転手さん声かけてみなよって言ってくれたおじいちゃん、最後の最後に4時間かけて東京まで連れてきてくれたトラックの運転手さん、本当に皆さん優しい人たちだった。本当にありがとうございました。おかげさまで僕はジュニジュニに勝てました。ジュニジュニはね、まあ途中脱落っていう形で、まあ実際には僕より早く東京にてか自宅にね着いてるんですけど、ルールの中でマジで俺ここまで0円できたからね。ここでやっとお助けチャンス使ったけど、俺の財布行きの新幹線のレシートしか入ってないからね。すごくね。え、待って、俺仙台から0円で帰ってきたの。ほんとすいません、ありがとうございました。ちょっとごめん、もう動画用のテンション保てないぐらい、もう無理、もう やだ。はい、見てください、東京駅です、東京駅です、バーン、ゴール。もうこっからはすいません、楽してタクシーで帰りますね。でもすごいよ、0円で帰ってきたよ。いやまあ最後電車使ったけどさ、それはね、それはでもさ、ゲームマスターが考えたルール側の話だから、ルールにのっとってちゃんと帰ってきたわけよ。平和島まで0円だからね、仙台駅から。あ、もう帰って、あのもう夜まで寝ます。キョンコマグッズ EC販売中、黒 T シャツもあるよ、購入は概要欄から。